それでは続きまして広島東洋カープ日南協力会会長で日南市長の高橋徹より歓迎のご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。おはようございます。日南市長の高橋でございます。2024年広島東洋カープ春季日南キャンプ開催されるあたり、日南市民を代表いたしまして歓迎のご挨拶を申し上げます。鈴木球団本部長をはじめ、新井監督、コーチ、選手、スタッフの皆様、ようこそ日南市へお帰りくださいました。心より歓迎を申し上げます。昨シーズン開幕こそ少し遅れましたけれども、交流戦を五分で乗り越えていただき、その後はギアを上げていただき、リーグ2位、そして5年ぶりのクライマックスシリーズへ進出をいただきました。新井監督は本当によく頑張っていただきました。ありがとうございます。長いペナントレースですので分岐点というのがあると思っておりまして、私なりにその一つがセパ交流戦後の6月23日ジャイアンツの3連戦の初日だと思っています。実は私マスタースタジアムに応援に行きまして、負けたことがなかったんですが、実はあの日負けました。ただ終始をさせていただきまして、大暴投だったんですが、坂倉捕手がしっかりキャッチをしてくださいました。実はそこから広島の勢いが出てきたんです。新井監督から始球式のボールにサインをしていただいて、私の手元に届けていただきました。視聴室にそのボールを飾って、広島戦カープ必勝を祈りました。私に返ってきたボール、ノーバウンドでこういったボールですので、土がついておりません。父つかずのボールをお祈りしたおかげでジャイアンツ戦初日で負けましたけど、2、3戦勝って、そこから6連勝、そしてちょっと間を置いて10連勝をしていただきました。本当にそのボールを今シーズンの視聴室に飾ってカープ一勝祈りを捧げて、そしてリーグ優勝、日本一へと駆け上がっていただきたいと思っております。結びになりますが、今日から始まるキャンプ、ニジャンさんの梅の幸、山の幸をもりもりたくさん食べていただいて、カープ伝統の厳しい練習も乗り越えられ、選手一丸となってこの長い長いペナントレース乗り切っていただきたいと思っております。広島東洋カープのますますのご活躍と、新井監督をはじめ選手の皆様のご健勝、今シーズンのご活躍を心からお願い歓迎のご挨拶といたします。ありがとうございます。それではここで今シーズンの新入団選手、移籍選手、新外国人選手をご紹介いたします。本日参加の7名の選手はどうぞ前にお進みくださいませ。それではご紹介いたします。まず新入団選手です。背番号22、高太一投手。背番号30、秋田和樹投手。背番号35、赤塚健人投手。続いて移籍選手です。背番号67、内間拓磨投手。背番号70、平田
厚木投手。続いて新外国人選手です。背番号10、マット・レイノルズ選手。背番号90のジェイク・シャイナー選手。以上7名の選手でございます。今シーズンの広島東洋カープにフレッシュな風を吹かせてくださる選手の皆様です。どうぞ温かい拍手をもう一度お送りくださいませ。これからは活躍をお願いいたします。それでは7名の選手はどうぞ元の位置へとお進みくださいませ。ありがとうございました。どうぞファンの皆様、お顔とお名前、背番号をしっかりと覚えて温かい声援をお届けいただければと思います。特産品の贈呈です。堂吉翔太選手会長はどうぞ前にお進みくださいませ。今回は12の満杯より贈呈されます。まずはじめに日南市より知らぬい30キロが贈られます。贈呈者は日南市長高橋徹様です。お願いいたします。知らぬい30キロでございます。それでは一つ一つ写真撮影を行います。よろしくお願いいたします。知らぬいは京都の桃花を掛け合わせた品種で、京都から各果汁たっぷりの美味しいおみかんでございます。さあ皆様いかがでしょうか。撮影ありがとうございました。では恐れ入りますが、ご配選手はそのままでお待ちくださいませ。それでは続きまして、宮崎県より宮崎牛20キロ、宮崎ブランドポーク30キロ、宮崎地トッポ10キロが贈られます。贈呈者は宮崎県商工観光労働部部長、丸山無太郎様です。牛肉、豚肉、鶏肉合わせて贈られました。たっぷりしか乗せていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは続きまして、日南市議会に宮崎地トッポ20キロが贈られます。贈呈者は日南市議会議長、浜中武文様です。お願いいたします。うまみのある鶏肉でございます。一箱20キロが贈られました。さあそれでは続きまして、日南商工会議所より宮崎ブランドポーク20キロが贈呈されます。贈呈者は日南商工会議所副会長、日高翔太郎様です。お願いいたします。宮崎ブランドポーク20キロの贈呈でございます。ありがとうございます。さあそれでは続きまして、日南市観光協会より焼酎上京甘露10ケースが贈呈されます。贈呈者は日南市観光協会の理事、清水光雄様です。お願いいたします。上京甘露は全国市場の本格芋焼酎でございまして、2009年のノートセレクション金賞を受賞しております。さあそれでは続きまして、日南市漁業協同組合より木原マグロ1本が贈られます。贈呈者は日南市漁業協同組合参事、福島隆二様です。お願いいたします。
は生食でございます。生食事でお召し上がりください。さあ、それでは続きまして、北郷町温泉協会に北郷さんのいちご10箱が贈られます。贈呈者は北郷町温泉協会理事長、名越智文様です。お願いいたします。こちらをご覧いただいた美味しいいちごでございます。続きまして、大津製紙株式会社日南工場にネピア製品が贈られます。贈呈者は大津製紙西南工場工場長代理、石井聡様です。お願いいたします。大津製紙のネピア製品でございます。キャンプシーズンをぜひこの商品で見切ってください。さあ、それでは続きまして、 JA 宮崎経済連より宮崎牛60キロが贈られます。贈呈者は JA 宮崎経済連陸用牛課課長、奥部智彦様です。全国和牛の日本人会で4大会連続内閣総理大臣賞を受賞した日本一の美味しい牛肉でございます。ぜひ皆さんでお召し上がりください。宮崎ブランド推進南那覇地域本部より9月20キロが贈られます。贈呈者は宮崎ブランド推進南那覇地域本部本部長、吉川浩一様です。9月はこの皮を剥いて食べるという美味しいみかんでございます。酸味と甘みのバランスがとっても美味しいです。どうぞお召し上がりください。一番市水産振興対策協議会より初夏を50キロが贈られます。贈呈者は一番市水産振興対策協議会事務局長、日高俊宗様です。夏の日本一でございます一番市初夏を50キロ、こちらの方もどうぞお召し上がりください。以上、特産品の贈呈でございました。小林選手、ありがとうございました。どうぞ、お届けさせてください。宮崎の養殖サービスや宮崎鶏の新鮮な魚でパワーをつけて、うちのキャンプ、頑張ってください。23年シーズンの優秀選手表彰を行います。記念品として、完熟マンゴー、太陽の卵の目録をお届けいたします。最優秀中杉投手賞、島内総太郎選手、Thank you.
ありがとうございました。ばっちり大きな声で挨拶をしてくれましたね。さあ、そうしましたら仲間君、どうぞ何もお寄せくださいませ。のりちゃんと赤田君と一緒に写真を撮らせていただきたいと思いますので、どうぞカメラの方を向いてください。お願いします。今日はのりちゃん、赤田君、カープのミニフォームを着て声で挨拶をしてくれました。監督と握手でございます。ありがとうございました。気持ちを大きな握手をお送りください。今日は日南市の園児の皆さんがキャンプインということで、たくの皆さんの応援にたくさん駆けつけてくれました。ありがとうございました。さあ、それではここで広島の皆さん日南キャンプに臨むご挨拶をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆様おはようございます。いい時も悪い時も共に助け合い、励まし合い、また高め合い、頑張っていきたいと思っています。昨年は選手の頑張りのおかげで久しぶりに A クラス2位となりました。ですけれども、私たちが目指している場所はもう一段高いところになります。ここにいる選手全員、優勝して日本一になるんだという気持ちで今日の日を迎えております。また私もこのチームには優勝して日本一になる力があると信じています。私たち選手、そしてスタッフ、球団職員のみならず、今日お集まりいただいた日南協力会の皆様をはじめ、園児のみんな、そしてファンの方と一丸となって長いシーズンを戦っていきたいと思います。また皆様にたくさん喜んでいただけるように、昨年以上に面白い試合をたくさんお見せしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。ありがとうございます。